フォレスト出版チャンネルのパーソナリティ渡部陽平です。今日もすごいゲストに来ていただいています。本日はですね、リクルートのすごい略語ということをテーマに皆さんにお届けしていきたいと思います。今回のゲストはヒット作最高の結果を出す KPI マネジメントなどを書かれた中尾隆一郎さんです。また、フォレスト出版の編集部の寺崎さんにも来ていただいています。お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず早速なんですけれども、中尾さんにですね、簡単に自己紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、中尾マネジメント研究所、中尾隆一郎と言います。よろしくお願いします。私はですね、自立自転する人や組織を作るということをテーマに会社を営んでいます。私の背景にですね、本がいくつか並んでいます。 KPI 実践ノート、 KPI マネジメント、 OJT マネジメント、数字で考えら武器になるビジネススキルプリンシプル、これ実はみんなですね、自立自転する人や組織を作るためのノウハウが溜まっている本なんですね。僕はこの2年間で6冊ぐらい本を書いたんですけれども、全部この自立自転する人組織を作るという、そういうのをテーマに、仕事をしています。で、今回の、リクルートの話もですね、リクルートは本当に自立自転する人や組織がいる、そういうふうな会社ですので、そこの一部をですね、皆さんにご紹介できればというふうに思っています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ではですね、早速ですが本題入っていきたいんですけども、中尾さんにはですね、私たちも本を出していただいていて、5万部のベストセラーになった最高の結果を出す KPI マネジメントのほか、ビジネススキルプリンシプル、 KPI 実践ノート、OJT マネジメントなど、かなりですね、たくさん本を出していただいてます。で、昨年の12月にはディスカバー21さんから学びを最大化する TTPS マネジメントという新刊が出ていますが、まあ、今日はリクルートのすごい略語ということなんで、早速、はい、TTPS っていうのは一体どういう意味なんでしょう。はい、TTPS はですね、 TTP と S のこの2つに分かれる言葉なんですけれども、 TTP の方はよく科学の世界で巨人の肩に乗るなんて言葉があるんですね。要は先人がすごく研究をしてたものをですね、そこを学んで巨人の肩に乗ったら遠くが見えたりしますよね。高くから遠くが見えたりしたりすると思うんですけれども、その部分が TTP というふうに呼んでいます。で、具体的には TTP は徹底的にパクるの TTP になっています。先人が学んだことをですね、徹底的に真似をして、パクりましょうというのが TTP です。で、それだけで終わっては面白くないので、それ以降自分のオリジナリティを乗っけて進化させましょうという部分が TTPS の S になります。ですので TTPS というのは徹底的にパクって進化させるという意味です。で、 TTP 自体はリクルートが作った言葉ではなくて、いくつか諸説あるんですけれども、あるメーカーさんが作ったみたいな話が、一般的になってるんですが、この TTPS という言葉は、僕たちリクルートが作った言葉ですね。なるほど。寺崎さん、どうですか、この。そうですね。この TTPS という言葉は、実は最高の結果を出す KPI マネジメントの中でも紹介されてるんですけど、なんかやっぱりリクルートにはね、こういう略語が嬉しくて、他にもね、SIP っていう略語が、本の中で紹介されてるんですけど、この中尾さん、 SIP ってどういう略語でしたっけ？ SIP はですね、私のリクルート時代 の、 友人であり、日本を代表するコピーライターの一人の志垣さんという方が作った言葉なんですが、要は生産性を上げましょうって言った時に、なんか生産性を上げるっていうとですね、もうなんか手垢がついた言葉なので、新しい言葉作りたいですねっていう話があったんですね。その時に彼が作ってくれた言葉で、SIP、スピード is power。 速度を上げること、速くなることは我々の力は力を強くすることだって意味ですね。だから SIP しようよっていうのは生産性を高めようってことですね。少し個人的にすごい気になったんですけども、そもそもこう略語を作っていくことの意味とか、なんか必要性っていうのは何かあったんですか、そのリクルートの中で。いくつか理由があって、これリクルートに限らないと思うんですけれども、我々こう日本語でコミュニケーションするときにですね、とてもハイコンテクストでコミュニケーションができると思うんですね。で、逆に言うと同じ言葉を使ってるんだけれども別の意味で理解しているなんてケースがあると思うんです。で、この言葉はどういう意味なんだっていうことをちゃんと定義で確認をしながら、
コミュニケーションができると、仕事のスピードがすごく上がるわけですね。その共通言語を持つことによって、まあ、それこそ生産性が上がるじゃないですけど、チームとしてこう力が上がっていくみたいなことなんですかね。そうです。だから先ほどの SIP みたいな話で言うと、我々の限界のスピードはそんなもんじゃないよねっていうようなことがコミュニケーションとして、やりやすくなるっていう話ですね。なるほど。何かこう、他にもいろいろですね、面白い話があるって聞いたんですけども。例えば、リクルートという会社はですね、僕はまあ、3年前にリクルートを、例えば卒業するって言い方をするんですけれども、こう、会社を辞めるのも、例えば卒業みたいな言い方をするのも一つかもしれません。で、リクルートなんかで言うと、何か仕事をするときに、こう、第三者で関与するというよりも、自分が当事者で、当事者意識を持って仕事をしなさいっていうふうなことを、もう、新入社員の時から、叩き込まれるんですけれども、そういうふうな時に圧倒的な当事者意識を持ちましょうっていうのを ATI って略してですね、ATI か、それは ATI なのかみたいな言い方をすることがありますね。すごい重要ですけど、なんかすごいですね。ATI って訳すんですね。軽い感じがいいでしょ？だから、圧倒的な当事者意識っていうとすごい重い感じがするじゃないですか。それが、さっきの TTP もそうですけど、略して可愛い言葉にすると、すごく大事な言葉なんだけど、みんなが軽く喋れるようになるので、ATI なんかも特にそうですね。面白いですね。いろいろあるんですね。卒業とかっていう言い方も独特ですけど、ちょっとどっかのアイドルグループかななんて思うような言葉です。何かこう、硬くなりすぎないみたいなところも意識されてるんですね、おそらくね。そうですね。だから他にも、例えばリクルートっていうのは何か企業と個人をマッチングするサービスをしてるんですね。そうすると何か広告を出していただいて効果がないなんて時があるんですけれども、その効果がない場合もですね、効果がないっていうよりも ZD っていう言い方で全然ダメだったっていうのをですね、ZD って言い方をしたりですね。あるいは、学生、例えば大学生が内定になりましたと。で、内定を会社が出して相手側が学生が OK をした場合に、握手をすることが多いんですね。握手をして、で、こう手を出して、相手も、握手で、こう返してくれたらですね、こう内定成立みたいなところがあるんですけれども、握手は英語で言うとシェイクハンドなんで、その S と H を取って、その握手、内定が取れましたとか、内定になりましたっていうのを SH っていうふうに略したりしますね。すごいですね。面白いな。あとはもっと硬い方のところで言うと、どこの会社でも取締役会議ってあると思うんですけれども、取締役会議は T 会、アルファベットの T に会議の会で T 会っていうふうに呼んだりですね。取締役会議の下に経営戦略会議という、重要な会議があるんですけれども、それも経営戦っていうふうに言い方をするんですが、それも KS 会とかですね、KS って訳したりしますね。なんかすごいですね。なんか思った以上にすごい略語でした。テラセキさんご存知だと。日本語と漢字とカタカナとアルファベットを混ぜてやったりするような感じですよね。なるほど。なるほど。本当にいろいろあるのをお伺いしたんですけれども、ちょっとすみません。これ僕さっきフライングして若干聞いちゃいましたけど、じゃあ次のパートすみません。進ませてください。そんなふうにですね、このビジネスの現場で略す、略称を作ることっていうのには、すみません。ちょっと先ほどと被ってしまうかもしれないんですけども、はい、どんな狙いと意味があるんでしょう。まあ、先ほど回答したのは、正しい言葉を正しく使うだとかですね、重要な言葉に対してズレがないようにするって話があるのと、一つは仲間意識みたいなのもあると思いますね。その言葉を知っているのは、この仲間であるっていうことがすごくわかりやすいですね。だから ATI なんて言っても普通の方はわからないと思うんですけれども、リクルートの中の人たちで言うと圧倒的な当事者意識っていうのはすごく大事な考え方で、この自分がやるときに、自分は第三者のですね、コンサルタントの立場でもなく、外部の人の立場でもなく、当事者として徹底的にやるのかっていうようなところは、すごく大事な意識だと思いますので、そういう略語を使うことで、仲間かそうじゃないかっていうのを見分けるのはすごく簡単になると思うんですよね。なるほど。我々もじゃあ、今度から使いましょう。この仕事を ATI でやってるかみたいな。そんな感じですね。すごい重要ですよね、でもね、当事者意識持たれる。ね、うん、ちなみに出版の世界でも、まあ略称みたいなちょっと独特の言い回しがあったりして。そうなんですね。はい。例えば、
188ページを一パッパって言ったり、256ページはね、二語呂って呼ぶんですよ。はいはいはい、これって、まあ、語呂がいいっていうのはあるんですけど、これ出版社と印刷のやりとりで使う言葉なんですけど、188ページとか、256ページとかっていうよりもスピーディーだし、逆に正確に伝わるんですよね。だから先ほどおっしゃってた、共通言語みたいなところも、やっぱりあるんだなって思いました。なるほど。言葉を作ってしまうことで、なんですか、先ほどハイコンテクストっておっしゃってくださいましたけど、こう、それだけで伝わるみたいな風になるわけですね。はい。かなりですね、本当にユニークなんですけども、すごく役に立つといいますか、ただ略語にしてるんではなくて、かなりこう強いチームを作っていくとか、成長する組織を作りたいという方も今の中尾さんがお話しいただいたことを参考にしていただいて、まあ、もしかしたら略語を作るだけではなくて、なんていうんですかね、その価値観を共有するとか、一言で、言葉がわかるような環境を作るとか、まあ、そういったところで役立てるんじゃないかなと感じました。中尾さん、本当に今日は楽しくてですね、役立つお話をしていただいてありがとうございました。ありがとうございます。最後にですね、はい、リスナーの方に中尾さんからメッセージをいただいて、本日終了としたいと思います。はい。昨年12月にですね、学びを最大化する TTPS マネジメントっていう本を出したんですね。冒頭お話をしたように、こう、TTP というのは徹底的にパクるって話なんです。で、これ学びっていうのは、誰かのですね、真似をする、真似びから始まったみたいな話がありますね。で、ところが、スポーツだったりすると、一流選手のやり方を真似をするだとか、武道だとか芸術だったら、真似をするっていうのが当たり前なんですけれども、こうビジネスの世界だと、その真似の部分をせずに、最初からオリジナリティを求めるようなケースがあると思うんですね。で、そうではなくて、基礎の部分は、やはり、こう、真似をするのが大事だと思うんです。で、しかもその真似をするのは、徹底的の部分が大事で、真似をしやすいところを真似をするんではなくて、真似しづらいところも、まず型を学んでみるというのがすごく大事だと思うんです。で、それの事例だとか、やり方だとか、うまくいかないケースだとかっていうのを、この TTPS マネジメントに載せてますので、ぜひ、半人前の方、ビギナーの方、新人の方がですね、まず一人前になるために TTP の仕方を学んでいただければっていうふうに思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ぜひですね、中尾さんの本ですね、チェックしていただければと思います。まあ、フォレストからも出てますからね、寺崎さん。そうなんです。TTPS マネジメントももちろん素晴らしいんですけど、まあ、フォレスト出版から出てる何冊か、本もぜひ、手に取ってもらえると嬉しいです。はい。では、本日は中尾さん、寺崎さん、どうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。この番組では、編集者や著者が本作りの裏側や最新のビジネス情報など、リスナーの皆さんにとって役立つ情報をお届けします。ぜひ、チャンネルフォローしてください。また次回もお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。フォレスト出版チャンネル、知恵の木を植えるラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。音声プラットフォームボイシーでは平日毎日新しい放送を公開しています。ぜひ、ボイシーのフォレスト出版チャンネル、知恵の木を植えるラジオをチェックしてください。